神プロ8号桜庭選手のインタビューになります。じゃあ次回からの続きでお願いいたします。次回からの続き、前回からごめんなさい、今はちょっと突っ込まずにいられませんでしたいやいや、そこは突っ込んでいただけると、はい、なるほど、非常にありがたく思います。聞き手が今やりたい選手っていますか。例えばお互い存在が大きくなった田村清選手ともう一度やってみたいとか、桜庭選手がやりたいですね、もしもお互いにやりたかったらやりたいです、これはおそらくそのユーインターの、タムちゃんが対談する前の桜庭選手との3連戦以来戦っていないことを踏まえての質問だと思いますけれども、でもこの時に、何ですかね、やっぱこういう純粋な気持ちっていうのは、変わるもんなんですね、人ってね。どういうことですかいや、これはね、仕方ないと、はい、僕なりに分析じゃないな、分析ですね、分析すると、この当時って桜庭選手1998年って、はい、中は割と良好だと思うんですよ、はい、でその98年なんで、その1年ぐらい前に一緒に練習もしたり、ほうほうほう、僕がリングスに行ってから、はい、あ、そうなんですか、はい、へえ、したこともありますし、それ初耳だな、うん、多分リングス行って、それどこで練習したんですか。ユーインターですか。え、違うな、道場、リングス行ったんですもんね。うん、リングス行ってユーインターの道場で練習してました。あ、そうなんですか、はい、ちょっと多分そこね、内緒だったかな、内密にあったか、うん、なるほど、うん、合同練習に、あ、でも個別でやった方がいい、まあ、ちょっとそこら辺は改めて、うん、はい、改めてないかもしれませんけど、はいはい、でこの時って割とその桜庭選手と僕の関係っていうのは良好なんですけど、うんうんうん、2003年4年ぐらいですかね、僕プライドに参戦した2002年です、ね、2002年ですか、はい、でその時の状況になると、高田道場からも僕に対してバッシングじゃないですか、はい、でそれに多分右習いで桜庭選手も僕に対しては、うんうん、そっからよく思ってなかったのかなっていうふうに、あ、それを分岐点にしてっていうことですかね、うん、想像するんですけど、うん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 、でまああと一つは桜庭選手ももうドーンと世間に出ちゃってるし、うん、はい、まあその辺って微妙ですけど、やっぱ桜庭選手の名前に僕って多分もっと下なんですよ。その選手の実力は拮抗してても、桜庭選手がドーンと名前、世間、プライドを通じて名前出て、うん、はい、でこれもちょっと僕はそのリングスで試合してたんで、コアなファンには伝わってましたけど、うんうんうん、知名度的にはもう全然桜庭選手の方が上なんで、一時期ね大ブレイクしましたからね、はい、うん、だから僕がその役不足っていうのもあるでしょうし、うん、そこでその事務所ですかね、うん、要は高田道場、うん、芸能プロダクションもそうじゃないですか、うんうんうん、やっぱり格的な話ですか。格ですね、うん、はい、そう、あ、そういうことです、はいはい、うん、だからこの98年当時、このインタビューを行っている当時は、うん、そこまで桜庭和志や田村清のことを嫌ってなかったはずだということをおっしゃりたいわけですかね、はい、いや嫌ってないと思いますけどはいはい、はい、まあ、確かにね、でもね、うん、やりたい相手、戦いたい相手って言ったらやはり田村さんとああいう試合をもう一回やってみたいとか、うん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 、よくもう普通にてらいなくタムちゃんの名前は出してましたよね、この当時は。その当時は出してもらってたと思います、うんうん、はいはい、だからこう僕サクとそんなに仲悪かったっけなっていうのが、うん、マスコミの活字を見て洗脳される時、うん、なるほど、マスコミが悪いと、マスコミが悪いのか、うん、僕もちょっと攻撃をしたのかもしれないですし、ちょっとその辺は記憶にない。でも、うん、タムちゃん側からサクちゃんに攻撃したっていうのはあんまり記憶ないですね、うん、
だからよく聞いてたのは、うん、エピソード的に聞いてたのはやっぱその作者がタバコを吸って、うん、それを注意されたとか、うん、あの門限を破って怒られたとか、うん、なんか割とユーインターの道場長時代の話、うん、あ、はいはいはい、まあ、この当時よく聞いてた気がしますね、うんうん、だそれがユーインターがなくなって、うんうん、お互い戦う場が変わったことによって言いやすくなったっていうのはあるかもしれないですけど、うん、そうでしょうね。同じ団体にいたらずっと言えないまんまだったとは思いますけども、あのね、うん、そのこれ作ってタバコを吸ってるというのは公表してるんですよね。はい、当時から公表してました、ね、してますよね、はい、で僕が注意したのって、うん、あのねこれね、あんまりまた作もいい思いしないかもしれないですけど、はいはい、ばったり会ったんです。ほう、作と。はい。で、ごめんなさい、これまた聞いてもあれですけど、いつ頃ばったり。そうですね、はい。漠然としてますよね。ちょっともう少し具体的に言うと、はい、ばったり会ったんですから、いつ頃ですか。それはね、うん、2000年代ですか。もう桜庭選手がプライちょっともうプライドで活躍して、じゃあざっくり言うとホイッスルの前あとどっちですか。前だったよね。前ですか。うん、なるほど。あとだったかな。もうその辺記憶ないです。まあとにかく桜庭選手がプライドで、うん、ブレイクした後っていうイメージですかね。そうです、はい、で道端でばったり会った。道端というか、ショッピングモールでバッテリーやったんです。はい、でそこの、まあ、テラスっていうか、うん、テラスじゃないな、昔って喫煙ってもう自由だったじゃないですか。もうどこでも、あ、灰皿置いてありましたよね。大きい灰皿、あの背の高い灰皿みたいなも、いやもう結構自由に吸ってます。あ、そうですか。はい、あの自由に吸える、うん、はい、ところがあって、といやところがあって道端、まあ、あの、うん、難しいな、駐車場はい、まあそういう昔はねタバコみんな結構吸ってたんですよ。自由に、はいはい、うん、子供がいるところでも、うん、でそこでばったり会って、うん、サクがその時にサッとタバコかぶしたんですよ。もうプライドでブレイクしてるにもかかわらず多分怒られるだろうなと思ったんでしょうね。そのユーインターの、うん、トラウマになってるんでしょうね。はい、そのなんか聞いたことあります？いや、おそらく聞いたとは思いますけど、うん、はい、でさっと隠したんです。で僕さっと隠したのが見えちゃったんで、うん、はい、でその時はここは僕の記憶で、うん、確かあのニュアンスは覚えてないですけど、やっぱりもう顔が売れてきてる頃なんで、うん、こうあんまり堂々と吸わない方がいいんじゃない的な、うん、アドバイス、助言ですね。あ、それは直接されたわけですね。うんうんうん、だから怒ってないです、うんうんうん。全然怒ってないです。うんうんうん、いや、タバコ吸うなよ、うんうん、とか、そういう言い方しないです。なるほど。はいはいはい。で、あんまりもう、いや、タバコ吸わない方がいいんじゃないみたいな、うんうんうん。ちょっと冗談も交えながら、うんうん。いや、冗談は言ってないかもしれないですけど。真面目に言ったんですね。うんうん、ただ、それが後輩の立場の、まあ、桜庭選手が後輩なんですけど、後輩の立場の受け取り方って違うじゃないですか。うんうん、タバコさっと隠して、うんうんうん、やべえと思ったんで、はいはいはい、まあ、怒られると思ったんでしょうね。そこは僕の言い方と桜庭の受け取り方で、ちょっと違ってくると思うんですけど、僕はあんまりこう、うん、そういう顔も見られてるから、うん、まあ、真面目なアドバイスをしたっていうことですね。うんうん、はい。いつまでアドバイスされなきゃいけないんだと思ったかもしれないですよね。もう関係ねえじゃんみたいな。あ、でもね、確かにそういう、うん、そういうところあるじゃないですか。うん、こう、うん、作者に限らず。うんうんうん、ああ、わかりますわかります。だからね、僕も反省しないといけないですね。そこはやっぱ個人を尊重してあげないといけないので。でもばったり会ったから、うん、もうそれしか言うことがなかったっていうもっとあったんじゃないですかね。それもあるかもしれないですね。はいはいはい、だからよくちょっと話違いますけど、うん、プロ野球の選手でも、うん、ベンチの裏でタバコブワーッと吸ってるんですよね。喫煙所があって、へー、だから結構時間があるじゃないですか、うんうん、間があるじゃないですか、はい、
でベンチに戻って裏に行って喫煙所みたいなタバコを吸ってたっていうのが、うん、もう昭和のプロ野球ではそれがごく当たり前のように行われてたんで、でもまさか僕がじゃあ小中学校の時にじゃあ裏行ってタバコを吸ってるって思わないじゃないですか、はい、でもそれを聞いた時は僕あそういうことかっていうふうにちょっと思いましたけど、そんなイメージです。どんなイメージですか？だから堂々と吸うのが、はい、まあ桜庭スタイルでもあるんですけど、僕はそこはちょっと個人の意見は尊重します、はいはい、桜庭選手の意見は尊重しますけど、はい、どうせ吸うならもうちょっと陰で隠れて吸ってほしかったなみたいな、ね、桜庭選手は逆にどうせ吸うなら堂々と吸いたいと思ったかもしれないですね、うん、なるほど、そうなんです、そういうことなんです、そうですよね、そうそうそう、だから僕が余計な一言をかけたと。大人ですね、物言いが大人ですね。そうですか、はい、とても大人だと思います、うん、でもまあ、うん、でもそうなんですよ、桜庭からしてみるとそういうふうに思われてる、煙たい先輩だと思われてる、ね、珍しかったですからね、そのタバコ吸ってることを公表して大酒も飲むみたいなね、当時で言うと珍しい表現の仕方でしたよ、なるほど、はい、で試合直前まで居眠りしてたりとか、ニコニコしながら花道を歩いてきたりとか、当時としてはもう衝撃的なキャラクターですよね。新人類ですね。新人類ですね。はい。はい、という感じなんですが、じゃあ一回切りますか。切りますか。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。